2015年5月24日、韓国、スブスはこのほど、韓国の若者と違い、日本の若者には、大学に行かない自由、があると紹介した。2015年5月24日、韓国、スブスはこのほど、韓国の若者と違い、日本の若者には、大学に行かない自由、があると紹介した。記事によると、最近、日本の若年層の就業率は高まっており、今年の大学卒業予定者の就職内定率は 80% を超え、高校卒業予定者の就職内定率も 84% まで上昇した。しかし、このような就業率よりも羨ましく重要なものは、日本の若者たちは大学に行かない自由があり、自分の好きなように生きる環境が整っていること、だという。韓国の大学進学率は 70% と世界最高水準である。大学を出たからといって就職に有利になるわけではないが、それでも大学に行かないという選択肢はない。一方、日本の大学進学率は 48%。学びたいことがある人は大学に行くが、行かなくても何の問題ない。記事は最後に、韓国の若者も日本の若者のように、大学進学にこだわらずに自分の好きな道を進めば、誰もが幸せになれるのだ、と伝えている。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。